お疲れ様です。今日はですね、こちらのバーバコカツやっていきます。さあ、最近ね、ちょっとナイトばっかりだったので、まあ、ナイトと同じぐらい強いこのババもね、やっていこうと思います。まあ、ババはラバでね、主に使われてるかな。まあ、ラバ、スケラジン、あ、でも意外と何でもいるか。ラバ、スケラジン、ギー、まあ、よくわかんないデッキとか、まあ、大型系にね、入ってくるイメージがあります。まあ、その枠もね、最近ちょっとナイトに取られてはいるんですけど、まああとそして緊急火砲で一応ちょっとだけ弱くなりました。バーバリアン、あの限界突破時の殴った時のなんか攻撃速度増加量みたいなのが気持ちね、はい、10% だけ落ちたので、まあわかんないと思うんですけど、まあ0時状態殴ってるあの時がちょっと弱いです。はい、まあ、わかんないんですけど、まあ、一旦ちょっとそれ出したいので、まあ、ババセパとかね、限界突破カードはね、もうなんか初手からガンガン切っていきたい。で、カード回して、インドラね、ちょんちょんしよう。インドラアイスイズ、これ、相手ちょっと重たいスケラとか、バルーンとか、スケラか？さあ、ウッドでしばいて、吹き矢で、えっ！いかつ。ババシュンドケ。あー、え？やば、これやばい、バルーンのやつだ、やらめもあるぞ。いや、このゴブリン、お願い、ボーイの後ろに俺。もうザップ使った。これちょっと相手嫌そうだな。ボーイ竹取れ。スケバルーンかい。まあでもこれはさすがに間に合わないでしょ。いいね。はいはいはい。で、あのプリンに対して、何か出てくるのもしっかりこの吹き矢でまとめてね、回収しちゃいたいね。イメージ的にはアウトロープリンスコカツの、まあ、ちょっとババ型みたいな感じで思ってもらえればいいかな。まあ、でもオールブレーカーも入ってるんで、序盤にダメージ稼げるならね、こんな感じガンガン稼いでいい。あと110だもんな。うえ、さあ来るね。これめっちゃ強くない？セパセパ。ああ、なるほど。まあ、矢の雨もね、相手使いたいだろうからね。さあ使う。右へ落ちてる。バルーン、まあ、一発入っちゃうか。一発だけな。一応限界突破ババもいないし。これで回ったのか。ああ、そうっすね。いやー、吹き矢強っ。ババが殴ってる。今暇だし。暇すぎ？暇なしでやっちゃいけんことした？いや、でも、耐えれないかな、これ。ロイホグもあるわ、そういえば。やべ。うっ。やっちまったな、これ、もしかして。もしかして俺、こっから負けるパターン、ちょっとだけあります。ザップ？オールブレイカー？オッケー、ババ溶かせたの、ちょっとでかい。これ、フリーズ？ないか、ヤザップだもんね。いや、まあ負け筋ちょっと考えてる。M できないか？あー、ごめん、ボーイ。さよなら。いや、もうスケルトン部隊ないってなると、これ攻めババないかな。あります。いや、オールブレイか？いやー、それ一発マインねんの、エグすぎるけど。いいね。いや、いいよ。このプリン、ダメ出して、吹き矢も、吹き矢出すか悩むね。吹き矢ね、ちょっとバルーン用に一応残しとくか。相手のね、最終必殺技が、バルーンスケブルとか、バババルーンとか、ババロイフグかい。一気に一丁ずババロイフグとかもあるんで。え、なんで？いや、焦ると、マジで終わりそうだな。できるだけ対空ね、メインで回して、いや、これね、これがされて嫌でも、この間に攻める。吹き矢が、いや、バルーンちょっと入る。いや、吹き矢入ってる。いいね、一生攻めてあげるの大事。これババの攻めがちょっと強い、相手からしたら嫌。スケート部隊この辺に来る。お前らやっかい。やらめ使う。いや、めっちゃ苦しい、めっちゃ苦しい。ババが殴っていくんです。
ババなんです。まさかまさかまさか。いやーこれよね、結局ね、あいつら HP 強化がね強すぎんだよね。マジいらない。なんでステータス上がる。いらない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 。マジで今すぐ顔欲しいな、強すぎてね。はい、まあないと当たり前です。はい、あやべえずれた。まあナイトかババ、それ以外が来たらラッキーかもと思って、そんぐらいのそんぐらいの思いで。いやー湧きすぎだね外。痛い。さあいきなりナイトポイス、まあ遅延スキャラだと思うんですけど、結構ヤンキーめのプレーをしてくれてる。なので私も行こう。いいよ、きついんじゃないちょっと。ちょっとうざみマシマシでいっちゃうよ。タルババ咲いたなさっき。あーボムか、墓石であってほしかったな。まあキングキド嫌なんでね。まああとはねサイドも違う方がいいんですよね。だから、まあ、こう許容して左削っていこう。遅延スキャラのボムタワーフェニックスですね。ちょっと特殊、ちょっとじゃない、だいぶ。いやーゴツンゴツン、いいね。さあこのポイズンもちょっと美味しい、きついんじゃない。ゴブリン、いやこれそれねないな多分。ナイトフェニゴブリン、うんゴブリンあるんでアイスイズの枠が。いやー美味しい、入りすぎ。さあ取れない。いやこのダメージマジめっちゃでかいな。カッパはねあっちゃくい、ゴールブレーカーあるんでね、序盤にこうイケイケでいっちゃえる。ガンガン攻めてね、稼げるだけ稼いでいかない。さあババね、あっちゃくいの竹取れてないやん、タワーが。まあこれババあるからな、一応最強のババで守れないかな。いやーもったいないか。そう一応なんかずっと俺のペースみたいなとこある、取れないもんね。これ視力試されます、視力検査。いやーもう完璧。いやーでもこれだけできついよ相手。これ吹き矢残ってるんでここで攻めたい。普通に普通に攻めて相手にスキャラ打ったことを後悔させて、全然綺麗な防衛はされると。まあまあいやでも全然悪くないね、これはいいわけじゃないけど。さあ M するっぽい使う。いやーこっからはね問題、俺が削れるかみたいなのがあるよね正直。でも相手のダメージもそんな入らないから、いやー完璧なのよ相手の受けが。まあでもダメージがってるからな、もうババあるし守っとけばみたいなのがある。いやーこれだけでうざいな、端ワイプリン来てえな、ボムなければ。これ強くね、ババの後ろオールブレイカー。お入るんじゃない、うえー、しかもはみ出てる、やべえ、エグリクスはもはみ出てる。ババあります、ババあると何でも守れる気がしちゃうんでいっちゃう。いやーこれ最強です、こいつ多分陸の対面絶対負けないぐらい強い、限界突破してると。さあ来てもババも吹き矢もこれやばくない、上ババスキラゴブリンと吹き矢徹底でウッド削りあー見てない、視力は相手完璧だな。よいしょ、うっ、
いやもうこれは来たんでしょ。ウォールブレイカー強いな、この後ろの。うえーさあ、ゲームでいく。まさかのトルネがないね。スケラね。いや、珍しいね、引いたな。まあ、ナイトあれば何でもいい。さあ、次はどのナイトかい？オリバンダーさん、よろしく。端前プリンは、悩ましい。マジアチオールブレイカーかな。マジアチオールブレイカー嫌だな。おー、違う幸せ。マジアチオールブレイカーじゃないだけで幸せっすね。おー、やりこぶギャングやな、めね。わかんねえな。迫撃とか。めっちゃ迫撃の顔してる。あー、迫撃。おー、さ、リガ削り。いや、迫撃か？そしたら。まあ、わかんねえな。ナイトだもんね。気持ちいい。めっちゃ緑引いたわ。やりゴムギャングコウモリディガーってなんだ。矢の雨ならわかんないな。メガナイトオールブレイカーとかもあるけど。じゃあメガネとこかつ。わからん。これ今端前プリンだったな。さあそこそこに延命していって、やなめね。今んところでもやなめだけだからな。いいね。マジメガナイト説あるな。立ち回りが、私メガナイトなんですよっていう、ご飯ですよの感覚。私メガナイトですよ。いやもうナイト、なんだこれ。マジわからん。マジでわからん。こうなったらなんだこれ、なんだって。目がないとここでどうすん？ああ、やっぱそうっすね。いやー、これ強っ。やなめ使ったと。無双タイム。このやりこぶも痛いんでね。許せないです。いやー、攻めっとしてよかったか。えっ！入るんかい。さあ、やなめ使った。これもしかして目がない、目がないとないとやん。やばくない？メガナイト、コカツ、スケバレもないもんな。わかんねえな。なんもねえ。なんもねえとか言って。そう、マジでだって、なんもねえんだ。なんもねえ。何がナイトになったんだ、これ。やりこぶギャングコウモリ。スケバレか？ああ、スケバレ抜いてるっすね。スケバレ解雇でナイトになってんのか。やりこぶギャングコウモリ。そうっすね、インドラ痛い。まあそういうぐらい強いよね。入れていいよね、十分。ナイトでいい。いやーこれ強いよ。まあ攻めやらめね、絶対打った方がいいけど、バレル刺さるよね。打つタイミングでこっちも打ちますから。打っとけぞりやばいよね。矢の雨持ってたよ、これですからね。最強あります。あー、姫様行かれた。これでもきつくない？分かってるんだよ、ギャングなのは。うえー、ババ強すぎ。まあほぼ使ってないけど、最後だけ。まあ普通にこれコカツが強いね。まあ今別にテスラコカツもあるし、インフェコカツもあるし、なんかまあいろいろコカツはあるんですけど、このなんかウォールブレイカー入ってて、あとは呪文がウッドだけ施設が入ってないってすごい使いやすいんですよね。やっぱクラロワの難しいのって呪文とか施設なんですよ。そのユニットだけのデッキって基本的に難易度が、まあ基本的に使いやすくなる
って俺的には思ってるんで、こういうユニットばっかりのデッキはね、ユニットだっていっぱい出すだけでいいんで、正直そう俺的にはすごいおすすめ。エレジア久しぶりに見たな。あーそれね、あったな、そのトルネファイブヤナメの変なエレジアね、ガール残らんやね。まあ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 、まあ、うわー、あーボーラーなんだ、なるほどね、はいはい、まさかのボーラー、しっかり囲んでいきたい。囲めるかな、まあこれは別に左だったな、ホールブレーカー、まあいいか。謎に相手がすごい自信満々なんで勝ちたい。マザネクね、ボーラーね、ババで止まるかな、それだるいよね、マザネク。あ、終わる。ワンちゃん。強すぎ。なんで？普通に負けたわ。まあ、施設がないからか。おい、16ぐらいちょっとトルネード打ってくれよ。打ってくれないタイプ、これもしかして。うっ、あー出たー、出た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 、いる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 、マジでマガモンだよ、よかった、いる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 、そういうやつ。友達いないんだよな、かまってほしいんだよな、お前かわいいな、友達いないんだよな絶対。あーよかった、豚に追ってもらえて。ふ、たまに死体切りされるんだね、嫌い、俺はお前のことが大嫌い。良い子は真似しないでね、あんなのダメよ、何もいいことないよ、行ってこい。あーもうババセパでもいい、正直もう限界突破、命、今のクラロワは限界突破を出しときゃ強えんでみたいな、いっぱい出したら勝ち。まんま待った、オーマイガー、まさかのまま連続で来るか、これエレシャイっすね絶対、エレシャイマジえぐい、いないいないいない、エレシャイなんかいないっすよ今、ちなみにマジいないよ、びっくりだから、いないエレシャイがすごいいるから、マジいないんだよなエレシャイなんか、見ない見ない見ない、見なさすぎるっしょエレジアイ、これ吹きゃ結構入ってほしいな、熱い、めっちゃ熱い、マジ終わらせに行く、いやファイブ使ってくれる、でかい足前プリンでこうづいちゃおう、お願い、ゴルネゴルネやばいな、ゴブリン回す、よしよし、よー熱い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 、攻めすぎたんじゃないですか、ゴーレムズなんちゃらって書いてるな、エレジェね、まあ施設ないけど一応ババはあるんですよね、でも気づいたらさっき負けてたな、おこれ美味しいぽい、で
760は折れない可能性あるかな。相手自分ファイボタルボはあったっけ。いやタルボは見えてないな。これお、うわうまい。うーん、だがしかしみたいなとこある。オッケー、ババあるし、諦めてく。いやイリージョンファイボー諦めてくれんの熱すぎん。だってエリジャイちょっと嫌だしさ、マザニク俺手届かないし、バイボも強いし、イエーイ。さあまあこれがね、まあこのデッキの悪い部分かついい部分、施設ないけど他で頑張れるしなんとかなる。バレルで攻めて、オールブレイカーで攻めて、フキアで攻めて、アドローで攻めてって、全てで守れるし全てで攻めれるよと。まあ限界突破ゲーですからね。限界突破してからがスタート。はい、もうウォールブレイカーじゃなくてババから行く。これもマジで意味わかんないよな。意味わかんないんですけど、意味わかんないことをちゃんとやっていかないと勝てないんですよね。意味わかんないし言ってること。いや限界突破出したもん勝ちなのよ。いやーマジでえぐい。まあ今回普通にラバか。宝石ねあるんだね、いいカードが。ファイズアップ的な。強い、強すぎるね。いいね。いやこれバルニタでもやばいか。あー吹き矢よくやった、ちょんちょん一発仕方ない、一発許す、一発許してちまちま攻める。でまとめて処理されるのやなんで裏ファイアボ使った。まあでもスケドラある、ババ行かない。アウトロワンちゃん行ってよかったけどババもある。おやおや、さあまあ強しながら、これねアウトロー行ったらババで、ババ行ったら何が来るんや。うん、同じですよね。俺のババ強っ。え待って、俺のババめっちゃ強くない。しかもこれファイアボだと結構入る。うーい、きついよババ。いいねいいね、キングを削るのか。まあ一旦対空いっぱい出して、対空いっぱい出して、まあで雑に回してまた対空いっぱい出してラボとかしたい。オルベル一発入れば、うーん、いやでもこれは耐えれると思う。耐えたい、ううー吐きそう。入らないよな。そうね、うわーそれはね相手に綺麗に追いつかれちゃったね。まあゆっくり行くか。じゃあやだ、ファイブ使う。苦しくなってくるじゃんこれ。スケドラーキングかこれ、もしかして。絶対セパの方がいいんだけど、相手さ自分で攻めて気づいたらピンチになったりしない。オールブレイカーいいね、入るね。ある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 、相手が
キルタ攻めすぎてて、俺のフケとプリンが頑張ってるみたいな。一旦この辺のやついっぱい出してきたよ。いやー、ファイブ防衛で使った。熱いんじゃね？ファイブ防衛で使わしての、ありったけの攻めを。いや、ウォールブレイカーか？プリン、いや、強い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 。なんでかババが入ってるやん。マジで。なんでか知らんけど。おいおい、ウォールブレイカー、最後に。気持ちよく落ちんのかい。いやーでかっ。まあ多分相性もいいね、さすがに枯渇なんでね。ファイブザップ、はい。いやけどもみたいなね。うわー気持ちいい枯渇。まあ理論上俺ウッド枯渇これ7枚なんですよ。バーバリアンにもやっぱウッドを使いたいっていうので、ローリングって以外全て相手がねウッドを使いたくなるカードなんで、相手が、ウッド7枚。呪文ね。ウッド系7枚。はい、ファイブで1枚。これ7枚ないとね、止まりません。理論上。理論上ね。さあ、ファイブレイジ、ジンギーだね。いやー、違う。エリゴレの方かよ。これ、絶対エリゴレです。ファイブやレイジっしょ。ああ、もう。私突進が大好きで、レイジも大好きで6コストするんですって。エリババの自己紹介文化のような。いやなめファイブレイジでダークネクロ好きなんです。あライドラも好きで回復もしちゃいたいんですよねみたいな。あエリゴレ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 、ファイブ来たら終わります。グッドゲーム。そんなコストない。よし、勝った。逆に。よし。よし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 。いいね。いいね。あー、もっとフルカウンター行きたかったけど、ヤファイボレイジですね。なんで一応3体は消えるんですよ、俺のユニット。3体は消えるけど、まあ、それ以外全部残るんで。頑張りたい。トルネがない。プリンセスの吹きは強いね。エリゴレに別にそんないいわけじゃないんですけど、まあなんか悪くない。この動作合わしちゃう、守りたいんでね。でババに、あれ一体どっか行った。ババに対してファイボレージとか打たれるのがやっぱ嫌なんだよね。でもそしたらまあ他がね、他でリカバリーしてみたいな。触んな、痛い、もう痛いって。相手ちなみにババも持ってるんで、これね。やべ、待って、これやばい。まあまあ、ヤナアメで巻き込まないでほしい。ヤナアメ巻き込まないと終わるかなこれ。マジでさ、あっ、ファイブできるもん。オッケーオッケー。いやー、溶かし終える。いいよ、俺全然右一回も攻めてないのに、なんで右そんな削れたん。じゃあ右行っちゃおうぜババ一旦ね。いや端前さ、もうエリゴレレイジのブッパとかもあるからね、ちょっと怖いよな。全然油断できないんだけど。ヤナメサイタアウトローから行く。いやーいいね。いやーめっちゃ最低限良すぎる、やばい。さあ勝手に右もカウンター、左延命する。右も1枚いるね。ヤナメ使う、ファイボー、あれ残ってるね。うーん、これスケキンいないし、ババで受けていい、ね、え、これ絶望の香りしない。
あー来ましたね。絶望の香り、気持ちいい、嬉しい。というわけでこちら枯渇、というわけでこちら枯渇、皆さんもぜひやってください。お疲れ様でした。バイバイ。